ミルフォードはアメリカ合衆国デラウェア州のケント軍とサセックス軍にまたがる市である。2010年国勢調査での人口は9559人だった。デラウェア州に10ある市の一つであり、人口では第4位である。ミルフォードのケント軍に入る部分はドーバー大都市圏に入っている。またさらに広く4州にまたがるフィラデルフィアレディング。 カムデン広域都市圏にも含まれている。一方、サセックス郡に入っている部分は、ソールズベリー大都市圏に入っている。ミルフォードのミスピリオン側に並行する歩行者番道、ミルフォードのウォールナット通り、2006年、撮影ミルフォード市は、北緯38度54分46秒、整形75度25分46秒、 北緯38.91278度成形75.42944度、38.91278-75.42944に位置している。ミスピリオン側に沿っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は5.6平方マイルであり、このうち陸地5.6平方マイル。 水域は0.1平方マイルで、水域率は1.07%である。ミルフォードのケント群に入っている部分は、1680年に、ヘンリー・ボーワンが、そうミルレンジと呼ばれた場所に入植したのが最初だった。その1世紀後、サイデナム、ソーン牧師が、その製粉所と製材所の動力を得るために、ミスピリオン側にダムを建設した。これと同じ頃、ジョセフ・オリバーが、 そのプランテーションの一部に近いところに最初の町の通りと区画を引いた。まもなくフロント通り沿いに多くの家屋や企業が出現した。ミルフォードは1807年2月5日に法人化された。1770年代、ミスピリオン川沿いではすでに造船業が繁栄していた。造船業は第一次世界大戦の頃までミルフォードの主要産業であり続け、町に 相当の繁栄をもたらした。1917年、4本マスト、船長174フィートのアルバート・カイポールが、ウィリアム・ジー・アボットの造船所から浸水した時が、頂点だった。ある時点では、中心街で6つの造船所が創業していた。1920年代、地域では、最後の巨大なホワイトオークの木が切り倒された時から、すぐに、 造船業は衰退の道を歩んだ。ただし、ミスピリオン側の船舶はその後の長く航行を続けた。アルバート・カイ・ポールは1942年にバハマから航行している時、ドイツの魚雷で沈められた。ビニヤード造船所は、第一次と第二次の双方の世界大戦で利用され、駆逐艦を建造した。20世紀の大半、ミルフォードは主に、 デラウェア州南部の大きな農業社会の多くにとって、商業中心として機能していた。デラウェア州知事のうち7人が、ミルフォードの出身である。ダニエル・ロジャーズ、ジョセフ・ハスレット、ウィリアム・サープ、ピーター・カイ・コージー、ウィリアム・バートン、ウィリアム・ティ・ワトソン、ルース・アン・ミナーである。アボットの製粉所、バンク帝、カーライル帝、クライスト・チャーチ、ドーソン博士帝、 ドレーパー邸、エッグリントン、ホール、ゴールデンマイン、グリーア邸、ピーター・ロフランド邸、ジェームズ・マッコロイ邸、ミルフォード・ニュー・センチュリー・クラブ、ミルフォード鉄道駅、ミルフォード造船地域歴史地区、ミル邸、ミスピリオン灯大都信号島、ノースミルフォード歴史地区、旧消防署、パーソン、ソーン邸宅、サウスミルフォード歴史地区、ウォルナット農園、ウィリアム・ティー・ワトソン知事邸宅、 J.H. ウィルカーソンと息子のレンガ工場がすべてアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。2003年5月30日午後3時頃、ミルフォードの歴史ある中心街を通るウォルナット通り、ウィリー・カナモの時具の店に隣接するアパートの2階から出火した。デラウェア州のミルフォード、エレンデール、ハリントン、フェルトン、ドーバー、スミルナ、ハウストン、 フレデリカ、スロータービーチ、ボーワーズビーチ、グリーンウッド、サウスボーワーズ、ファーミントン、マグノリア、チェスールド、ルイス、ジョージタウン、ブリッジビル、さらにメリーランド州のグリーンズボロとホールズボロから200人以上の消防士が消火に当たったが、7つの企業、1つの協会、3つのアパートを焼き、町の歴史地区にある1ブロック全体を破壊した。 この火事で死者は出なかったが、市民一人と消防士六人が負傷した。ブレアズチの夕日以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミルフォードの公共教育は、ミルフォード教育学区が管轄している。ミルフォード氏は、強姦、暴行、野党といった犯罪の特定分類では、全国平均より高い犯罪率となっている。その他の分類は、平均以下だった。 犯罪率、イコール X10 万。ありがとうございます。